生徒ゆかは日本の女子スキージャンプ選手である。北海道上川郡上川町出身。幼稚園から上川町立上川中学校までは高野志紗と同級生で幼馴染みであった。旭川留国高等学校在学時中の2014年12月のリレハンメル大会でスキージャンプワールドカップに初出場した。続く第2戦の札幌大会で22位に入り、 初ポイントを獲得した。2015年のノルディックスキージュニア世界選手権、アルマトイ大会では、ワールドカップと日程が重なるためた梨が出場せず、勢い富士が日本のエース格として出場し、個人7位、女子団体3位のメンバーとなった。しかし、同年のノルディック世界選手権では、個人ノーマルヒルに出場し31位で2本目に、進めなかった。 2015年4月からは、北海道メディカルスポーツ専門学校に入学し、副校長の船木和義の指導を受けている。2015、16シーズンも開幕戦から出場し、第7戦の座王大会で、自己最高の5位に入賞。総合成績も、日本の選手では、高梨、伊藤幸に次ぐ17位となった。2016、17シーズンは、 第18戦のピョンチャン大会で5位となった。世界選手権では個人ノーマルヒルで14位。総合順位は前年を上回る12位となった。2017年3月に専門学校卒業後は北海道ハイテクアスリートクラブに所属する。2017-18シーズンはワールドカップ総合13位。最終戦で自己最高の4位となった。 ピョンチャンオリンピックでは個人17位であった。2018-19シーズンはワールドカップ総合22位、世界選手権は個人ノーマルヒル28位であった。2019-20シーズンはワールドカップ総合18位であった。2020-21シーズンはワールドカップ総合30位、世界選手権は個人ノーマルヒル22位、 女子団体4位のメンバーとなった総合成績表彰台ありがとうございます。